ルルア、最近頑張ってるお前のいい評判よく聞くぜ。そうなんですか嬉しいやら恥ずかしいやら。恥ずかしがることはねえだろうこいつなんてったってあのロロナの再来とも言われてるんだぜ。もっと胸を張れ。え、お母さんの？おう、あ、お母さん？誰が？誰の？え、ロロナが私のですけど。なに？ルルア、お前ロロナの姉ちゃんの娘？あれ、コアルさん、お母さんのこと知ってるんですか？ああ、もちろん。昔からの知り合いだぜ。行商人だった頃、よく取引してたんだ。まあ、ルルアになら行ってもいいか。実は俺、ロロナの姉ちゃんに憧れてたんだよ。最初はめちゃくちゃ頼りねえって思ってたんだけど、あっという間にすごい錬金術師になってさ。しかもその力を自分の利益のためじゃなくてみんなのために使うんだ。そんなあの人を見て俺も見習わなくちゃって少なからず思ったんだよ。そうだったんですね。うんうん、やっぱりお母さんはすごいや何言ってんだ、お前だって十分すげえっての。ルルアならきっとロロナの姉ちゃんみたいな錬金術師になれるはずだ。だからこれからも頑張れよ。応援してるからな。コアルさん、ありがとうございます。で、ちょっとずるいことを言うんですけど、お母さんと知り合いならちょっと値引きがあったり？ああ、それはねえ。なんてったって俺は公平な商人だからな。相手が誰だろうと適正な価格で明朗会計、それが俺のモットーだ。ちゅー、まあコールさんならそう言うって思ってましたけど。それじゃあまた買い物しに行きますから、改めてこれからもよろしくお願いしますね。おう、こちらこそ。いい品揃えてるからよ。またいつでも来てく